こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介はクロスのクラシックセンチュリーというボールペンと、からエバリーという、まあ僕の持ってるクロスの商品の紹介してです。こちらクラシックセンチュリー、ちょっと旧バージョンになるんで、一応18金ですと言われていただいたものです。なかなかかっこいいですよね。18金ということで、まあちょっとスーツのポケットから覗いてもかっこいいですよね。で、回転送り出し式で、この機構がちょっと壊れてもクロスに関しては器具の構造上の永久保証というのがついてて、クロスオブジャパンに郵送したら構造を変えてくれるというようなシステムを取ってます。なので、まあちょっとこれ一応2万ぐらいしてたんですけれど、まあそれにしてもちょっとお得じゃないかなっていうふうには考えてますね。で、まあこちら、まあ一応クラシックセンチュリーっていう、まあある程度人気で最高峰の一応ボールペンになります。で、こちらもちょっといただくものなんですけれど、こちらベバリーという商品で、5000円ぐらいで売ってますね。で、実売がまあこの実はレッドはもう品薄でなくなってしまって、5000円、まあこれ定価5400円税込みという形にはなってるんですけど、まあこれも同じ回転送り出しのボールペンになります。なかなか高級感があっていいですよね。まあちょっと見比べるとこっちの方が高そうに見えちゃうんですけれど、なかなかかっこいいですよね。で、この真ん中の飾りもすごくかっこよくて、まあ基本的にはなんか女子向けに出した商品というふうには触れ込みがあったんですけれど、それでもなんかの表紙ちょっといただいて、まあちょっと使ってますね。まあクロスといったらちょっと掛け味が良くて、なかなか気に入っています。で、こちらが、ベバリのレッドになります。こちらもなんか商品展開いろいろあって、アイボリーとか黒とかもあるんで、普通に今、ロフトで売ってるの見かけたことはありますね。という商品です。まあ、クラシックセンチュリーはもうこの18金モデルはもうなくなってしまったんで、14金モデルがちょっと見るぐらいかな。という風な感じですね。うん。まあ、いずれにしてもクロスちょっと1本持っといてもいいかなって。まあ、ちょっとこの細さがね、なかなか、微妙なとこはあるんですけど、今流行りとはちょっと違うなと思うんですけど、掛け味はなかなかいいので、まあちょっとチェックしてみてはいかがでしょう。ということで今日は、僕の持っているクロスのボールペンの紹介になります。うん、なかなかかっこいいですよね、どちらも。と、また限定品とか、まあ高級品以外にも、いろんな商品を紹介していきたいなと思っていますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。